明大寺町、明大寺町は愛知県岡崎市の町名である。岡崎市中心部に位置し、四つの飛び地に分かれる。北側の町境には音川が流れており、北側は岡崎市中心街、南側は住宅地を主に形成している。ぬかた郡明大寺村の前身とする。かつては、明大寺や明大寺の表記も見られた。三河に、 西郷氏の名が登場するのは、塩文元年、1356年とされ、これが、史料上の初見となっている。明大事情が、西郷壇上左衛門の中来、清見入道によって築かれる80年ほど前のことで、ある。さらに20年遡る県武三年、1336年2月、京都で足利高氏が、新田義貞に敗れて、九州へ落ちたが、 この時の高氏随行の審に、二木吉永がいた。高氏は、九州で再挙して四月には、登場を開始したが、二木吉永は六月まで九州に泊まり、菊池勢を攻略してから上落、高氏に交流している。この時に、被前出身の西郷氏が、二木吉永に随住して、行動を共にしたとされる。この後、二吉永は、足利幕府の後進として、 伊勢、伊賀、島、東都海、三河などの守護職を兼任して、県政を誇ったが、この時に守護代として、西郷氏が三河入りしとみられている。時期は、議長が三河守護となった、官能2年、1351年頃とされる。そして、資料所見の縁分万年、1356となるのである。塩文5年、1360年には、 二木吉長が細川時、畠山の三氏による討伐を受けるという事態が起こるが、この時に、西郷団長西門の城が五百余規を率いて、畠山国清勢を三河国や萩に防いだことが伝えられている。結局は、西郷氏は畠山勢とそれに協力する軍勢によって、手散らされてしまう。二木吉長が伊勢国長野城に籠城したのを受けて、 西郷氏も伊勢に落ちさ、したとも言われるがよく、わからないようだ。その西郷氏が、約80年後の影響年間、1429から41年にここ、明大寺村に居城を築いたとして、忽然と三河の地に、登場するのである。一般的には、明大寺村の南約8キロメートルのぬかた分、大草号から移ってきたとされが、確証はない。 明大寺村に居城を築いた西郷中来は、京徳元年1452年に菅尾川、大塚川北岸の四道山に、鳥出の構築をはじめ、交渉元年1455年に完成した。この頃、岩津を拠点として、勢力を伸長する松平氏が台頭しており、西郷氏の鳥出構築はこれに対応したものと見られている。 東海道の便を確保するためであったことは言うまでもない。かつてあったとされる、明大寺の事号による、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。